ドン・カルロス一世は、ポルトガル海軍が建造した、防護巡洋艦。同系艦はない。艦名は、ポルトガル国王カルロス一世にちなむ。本艦は、カルロス一世による海軍拡張計画の一艦として、防護巡洋艦を多く建造していたイギリスに、発注された艦である。設計と建造は、ビッカーズ社、アームストロング造船所で建造された。 1910年のポルトガル革命により、本館の艦名は革命に尽力した、レース将軍にちなんで、アルミランテレースと1912年に改名された、春光時の本館を描いた絵画。本館は、当時の主流である昇格を持つ館主から、全部甲板上に前向きに棒立てを持つ 15.2cm 速射砲を棒立ての、ついた、単装砲画で一機を配置。 その背後に司令塔を下部に組み込んだ環境が立ち、船橋を両側に持つ箱型であった。環境の後部には2段の見張り所を持つ簡素な、全部マストが立つ。短脚書の下部の見張り所は、上部よりも床面積が大きく、ここには、水雷艇迎撃用の4.7センチメートル、単層気泡を配置している。 マストの側面の原則部には2番3番1 5トル速射砲が片弦1機ずつ配置されたことにより、監視方向に主砲火力の3、4が施行できた。短脚章の背後に等間隔に2本煙突が立ち、煙突の周囲には艦内への吸気用として着せる型の通風塔が建てられている。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、原則艦板には、 副砲として 12cm 速射砲が棒立てのついた単装砲がで片元4機ずつ計8機が配置された。その後ろは全部マストと同じ様式の後部マスト、後ろ向きに 15.2cm 速射砲1機を配置した。この武装配置により、全方向に 15.2cm 砲3門、左右方向に 15.2cm 砲3門、12cm 砲4門。 五方向に 15.2cm 砲一門、12cm 砲二門を向けることができた。防御装甲は主幹般に最厚で 109mm の装甲が張られ、原則の防御は防護順要艦の常として石炭庫で断片防御として補う設計だった。本艦は1899年にポルトガル海軍に編入された。 1910年10月5日革命で、本艦も水兵たちにより抑留され、王権が倒れると、アルミランテレースと改名された。1912年7月8日に、本艦は、艦長時に座礁し、満潮時に、砲艦リンポポにより栄光され、救難された。1914年9月に、本艦は、アフリカ沖で連合国の輸送船団の護衛任務に、 従事した1915年には老朽化し、国使されたボイラーが整備が必要となったため、1916年に、総交換、バスコダガマと任務を交代した。財政難で、海軍予算が不安定なポルトガル海軍は、本艦の維持に十分な予算が割り当てられなかった。1923年に、本艦は老朽化のために、オランダに栄光され、 現地で1925年に解体された。ありがとうございます。